観葉植物とかでもあるからな。俺結構観葉植物持ってるから、これ観葉植物だろ、これで俺は緑を演出するからな。にゃーい、ということでやってまいりました。大人の方もね、様ごきげんよう、ゴールド。はい、ということで在日までの1日がスタートいたしましたということですね。まあ今回ちょっと実写なんですけども、前に僕ね、目隠しあつ森っていうのをねやらせていただいたんですよ。ちょっとその目隠しあつ森に、まあさらにちょっと要素をプラスして目隠し島クリエイトっていうのをねやりたいなと思います。なんで今回ちょっと目隠ししながら、まあ家具を配置してって、でまあ素敵な映える一区画作ってやろうかなと思います。はい、ということですね。まあ、まず一旦ね、この画面までちょっと飛ばしました。で、ここなんだけど、まあ、家具がいろいろ載ってると思うんだが、この家具を選ぶとこからもう目隠し始めてっから。何を選んだか俺もわかんねえ。ただそれは俺の直感でわかるから。ね、椅子はだいたいこの辺だろうなとか、ベッドはこの辺だろうなとか、もうわかるんで。で、今回使うのがもうこちらですよ。まあ、前はちょっとホットアイマスクを使ったんだが、今回ね、まあ、このような、ね、まあ、メガネ、まあ、前にも使ったんだが、これをちょっと使おうかなと思います。で、今このままだと、まあ、この感じでね、わかる。目見えちゃうんだよ。穴開いてるからな。でもこれこうすると、ほら、こういう感じで見えなくなるから、この見えない状態にガムテープかなんか貼り付けて、でも完全見えない状態にして、もうこうね。で、これでやるから。で、ちょっと一旦ガムテープでね、貼っつけていきましょう。まあ、こんな感じよ。うん、これでもう見えないから。ガムテープ貼っつけたから。やりますか！ね。いやー、どうだろうな。あ、もう、マジで見えん。ああ見えたらどっちにしろ面白くねえからな。ああ見る必要がないから俺は。じゃあ家具から選んでいく。家具からな。で、まあちょっとこの辺でもう椅子ってのはもうこう分かってるから。さすがにちょっとそれはハンデすぎるから、まあ、先にちょっとベッドとか欲しいな。何個かあると思うんだよな、ベッドもな。この辺ぐらいかな。でもこれベッドだと思う。だこれをポケットに取り出す。椅子もちょっと欲しいからな。この辺、これ椅子だろ、これ。ええー、いいんじゃないこれ。素晴らしい部屋作るんじゃない。あとは、観葉植物とかでもあるからな。俺結構観葉植物持ってるから。これ観葉植物だろ。これで俺は緑を演出するからな。で、他はもうちょっといろいろ持ってくか。まあ、この辺とか、なんかよくわかんないけど持ってくか。まあ、なんかこの辺とかも大型のなんか家具じゃ、インテリアじゃないか。小物欲しいが。これ一個やれば多分小物、あ、違うな。すべて家具、小物やろ。小物これっしょ。小物何があるかよくわかってないから。この辺もな、持ってこう、こうやって。5つぐらい持っていくかな。5つ。あとはもうよくわかんないから適当にバーってね。バーって出て。で、ここな。これ持っていこう。これ、この一番最初のこれでいいか。なんだろうな。ここな。何かもわかんねえな、ここ。待って、今ばらけさせたからもうマジ家具とかもわかんなくなった。あ、もう多分持っていけねえな。で、これで OK。はーい、ということで持っていけてるね。OK。じゃあこの状態で一旦ちょっと下まで行くか。ここに作るか。ここな。この土のところ。ここに作るから。じゃあ準備のできたんで、これどんどんね、置いていきましょう。まあこの辺な。まあ部屋みたいなのを作れるのが俺は理想かなと思ってるよ。じゃあこれ置いていきましょう。これ多分やれば置けると思うんだよな。え？置ける？なんか置けねえんだけど。あ、置ける？置けてないの？え？置けねえ家具持ってきたってことか？もしや。じゃあこれにしよう。置いた。ベッドじゃないか。なんか大きさとかね、測りたいけど、まあ、いいだろう。まあ、これベッド置きましたと。まあ、一旦ベッド置いたから、あ、ちょ、テーブルとかも多分持ってると思うんだよな。これ、ちょっと置いてみるか。ちょ、これかな。これにしてみよう。おっと、テーブルっしょ。テーブルも置けたから。これでな。あと、椅子。椅子ちょっとこう引いて、ここに椅子を置くと。椅子多分最初の方だと思うんだよね。この辺。これ。どう？いや、完璧な部屋が出来上がってる。俺の今脳内の中では完璧な部屋が出来上がってるよ。これはまあインテリアだな。で、まあ冷蔵庫とかだと俺は思っている。これは。まあ冷蔵庫も置きますよ。それ必要だから部屋には。冷蔵庫必要だからね。で、冷蔵庫の横にはまあキッチンが必要だろ。だこの辺にキッチン置いとくか。ね。これ俺のキッチンだから。これを俺はここで料理すんだから。ここでな。ちゃんとしたキッチンが置けただろ。で、インテリア置くか。ね。やっぱ、緑が欲しいな。だちょっと緑置くか。観葉植物置いてくから、ここにな。どれだろうな。これがな。これ観葉植物だろ。これなんか置けそうなやつだな。これ。観葉植物です。うちの観葉植物どうでしょうか。緑で自然になってんじゃないかな。なんかぬいぐるみとか多分持ってきてるだろうから、置きたいね。ぬいぐるみどれだろうな。まあ、この辺のぬいぐるみ買っとくか。置けねえな。置けねえな！え？マジで？あ、これ置けんな。これぬいぐるみか。
ぬいぐるみ必要だろな。ランプも置きましょう。結構ね、いい感じで出来上がってると思う。あれ、どれだ？ん？あ？あ、なんか待って。なんか つけたり消したりしてない？これランプじゃないか。え、待って、もうランプ置けてたんじゃないか。マジで？ってことは、これはなんだろう。これ、あ、置けそうだな。あ、なんか置いたなぁ。なんか、なんだろうな。全く予測できないけど、まあ、ぬいぐるみってことにしとこう。庭作ろう。ここ庭にしよう。これな。うん、多分家がちょっと離れてる。あれ置けねえ、え、理由がわかん、置けねえ理由がわかんねえんだけど。どういうこと？何も置けないよ。あ、なんかぶつかってんのか、俺。あ、離れたっぽい。じゃ、ここに置くか。ここ置ける？ん？何？え？なんか何も置けねえんだけど。あ、これ置ける？あ、置けた置けた。え、なんで？ここ多分ね、今、浜辺にいると思うんだよね。俺の予想だと。あ、置けた置けた置けた。じゃ、こういう感じでな。庭も。どんどん庭にもな、うん、おしゃれなインテリア今置いてるから。うん、じゃあちょっとこれやっていくわ。おー、いいじゃん。あ、だいぶおしゃれな庭できてんじゃん。いや、これがね、もう島クリエイト力ですよ。の、見なくても島クリできちゃうんだから。素敵な島作れちゃうのがね、もうこれが熱盛実況者ですよ。感覚の島クリの時代だからね。もうここまで来ちゃうと。で、もうだいぶでも出来上がってんじゃないか。じゃあちょっと早速な、これ外して見てみっから。じゃあこれがね、僕の作った素敵な部屋と素敵なお庭でございます。見てみましょう。どうかな？うん。いやー、うわ、面白い。なにこれ？なにこれ？ドラム缶とパネル、クエスチョン。全然、あ、これか。さっきのランプ。これか。待って、場所全然違えじゃん。なにこれ？全然じゃん。ベッドもねえし、テーブルもねえし。観葉植物も何もねえじゃん。椅子っぽいのあったけど。何これ、あ、ここ、あ、待って、ここ俺の庭じゃない？庭、リゼットさん持ってきてんじゃん。リゼットさん持ってきてんじゃん。え、でもこれ良くない？これ。なんかこっちの方が家っぽいんだけど。こっちの方が家っぽいぞ。小物ちゃんと持ってこれてたんだ。生活感ねえし、全然おしゃれでも何でもなかったわ。すいません。何でもないよ、これ。クソです。ねえ。え、でも何持ってきたんだろう、ちょっと見てみようか。あ、なんかいろいろ持ってきたの。あ、服持ってきてんの、ちょっと見てみようか。ガーデンライト。いや、これ外置くべきだろう。なあ、ガーデンライト。ちゃんと照明持ってこれてたんだな。これはバイオリン。バイオリンか。電子版。待って、テーブルは？テーブルと椅子持ってきた予定だったんだけど。占いセット。小物多いな。あ、あんじゃん、ほら。木製スツール。あったんだよ。で、ウェディングやっぱり、でけえやつ持ってきてたな、随分と。置かなくてよかったな。仮説。トイレ持ってきちゃうんだな、俺はな。うん、で、あ、これな、ラボの壁。この辺多分置けなかったんだろう。アメフトシャツ、こんにちはって、T シャツ系の類持ってきてたか。これちょっと、これ想定外だったな。アイアンガーデンチャー。チェア多いな。ベッドと俺テーブル持ってきてた予定だったんだけど。チェアしか、これ、チェアばっかりじゃん。なんでチェアばっかりなのにさ、ちゃんと自分の部屋の部分チェア置けてなかったの？失礼、待って待って、椅子しかねえじゃん。椅子しかねえぞ。嘘だろ。いや、待って、椅子しかねえじゃん。何これ。え、換気扇、シャワーセット。まあ、これ、置けねえ、置けねえやつだよ。王子様 T シャツ。マジで、椅子しか持ってきてねえじゃん、俺。何作ろうとしてたの。あ、無理だよ、な。出るわけねえだろ。なあ、目隠して。持ってくるとこからやってきてんだから。無理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 、こんなん。なあ、あつ森得意とか、そういう歴とか関係ねえから、こんなん。誰もできねえから。まあ、みんなもちょっとやってみてほしい。ね、目隠して。まあ、目つぶってやるけど、ガチで目つぶってやってみてほしい。こんなになるから。あ、こんなんよ。そうか、まともに生活もできねえとはな。今日も動画を見てくれて、マジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画、バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コーラでした。